アイライン綺麗。アイラインはね、意外と得意なんですよ。なぜかね。ほら。こんばんは。今日は清楚やで。いつもで、いつもですか？体は元気ですよ。いつもです。やった。いつもは清掃？嘘。やった。いつも。じゃ今日は特に清掃やでって。私って清掃なんか知らんかったわ。なんやろ、なんか。自分。いつもバブ？センスですか？どうですか？チェイスオブセンスですか？自覚なし。なんか自分のことってさ、自分でわからんくない？自分ってどういう系に見えてるのかもわからんし。バブじゃねえし。のパジャマ。前よりはね、髪が短くなったのがわかるかなって思うんですけど、どうですか？うん、ちょっとそんなわかんないと思うけど、前よりはって感じ。清楚系王道アイドル、ほんまに？そうだったんか。そうだったんか。そんな大差ないかな、ね、あのわかんないか。花柄のお洋服だね。ああ。お姉ちゃん何系アイドル？何系アイドルって何があるっけ？あざとい系アイドル。あざといよね。かわいい。あざとかわいい系、私からしたら。話とかが面白いとかあるけど、なんかね、そう。私にあざとすとか前言ってたけど、自分の方があざとすよって思う時はある。なんか一回ね、近くに行ったらまた行っちゃう感じ。鼻にクリームとかつけんかもしれんけど、なんかなんて言ったらいいんだろう、雰囲気がかわいい。意外かも。なんかよく思うのは、あのファンの方とのあの仕事のやつ、チェキ会みたいなやつでファンの方と撮ってる写真を流れてきた時に、めっちゃ可愛いって思いながら見てる。あざとしクリームして、鼻クリームか。
可愛くできるかな。チュ機械、そう、チュ機械ってやつだ。家族に見せる顔ではない。いやー、どうだろう、普段から可愛い。一番可愛いのは寝起きやけどね。一番寝起きが可愛い。姉ちゃんに挨拶してこいかな、じゃないんだよ。なんやな、私が怒るよ、怒るよ。そんな。現地ツーショットしたいよね、わかる。全部変顔してようかな。寝顔も可愛い、寝起きも可愛いって。眠たい時可愛い。他の寝起きはね、わかんない、可愛いか。寝顔は可愛くないよ。これも可愛い、本当。どこは可愛い。全部ブレブレでやろう。オド系、清楚系オドアイドルは変顔も可愛いんじゃん。どうかな。いやでもね、配信とかでやるとね、一生残っちゃうからね、あの本気であんまやれないんですけど、あのねむこちゃんにね、めっちゃ変顔ばっか送ってて、でなんか友達に今まで送ったり一緒に変顔したりっていうものがたくさんあるので、それをいつかどこかに世に出てしまった時は本当にやばいとは思ってるけど、世には出ない。いいお友達ちゃんたちなんで。うんちゃんマジでブレブレやりそうだから、ちょっとやりそうだよね。配信がダメならいつやって。ねえこちゃん、ええかよ、そんな。のうかな、のうかな、のうかの変顔は可愛いってことにしときたいから。お話し会、私けど、やだ、みんなはさ、モーカのこと好きで来てくれてるから、みんなの前では可愛くいたいじゃん。別にさ、友達とかやったらさ、別にさ仲は良くてもさ、推しとかじゃないじゃん。だからさ全然いいんだけど、みんなは私を好きで来てくれてるわけだから。ある枠、ある日のある枠だけ変顔タイム、やだ。いやか、でも多分そんな本気でできないもん、逆に。一番最初に完売したらもうびっくりするよ。そんな変顔好きなんかって、好きだから全てを知りたいと思うのは間違ってる。好きだからってことは、じゃあもうかの、もう史上最強にやばい変顔も好きでいてくれるということですか、逆に。もう本当にももちゃんじゃないみたいな顔をしても別にいいということでしょうか。はい。もちろん何回。本当か本当か。それで、あ、やっぱちょっと思っとったのとちゃうかったわとかなったらもう開くよ。なん
だ、今やったらもう一生残るよ。だんだん見せてもいいと思ってきた。うん、やだね。うん、ほんと気まずくならん逆に。そう、変顔どうぞじゃないの。帰る。やだね。笑顔が好き？抱きしめてもいいですか、もし。どなたか全力で変顔のできるアイドル。反動でもーちゃんかわい、最高に可愛い顔しようとするの待ってたけど。ほんと？UX さん、星ありがとう。メグマイトちゃん、かわいいありがとう。竹まつるさん、かわいいありがとう。ゆたさん、星ありがとう。ひなっぴさん、かわいいありがとう。メグマイトちゃん、かわいいありがとう。おくちゃん、かわいいありがとう。ドラガンさん、ライフありがとう。スケモンさん、バラありがとう。トシさん、バラありがとう。ヤスさん、ハタありがとう。エイトさん、声がガスガスになっちゃった。エイトさん、スズランありがとう。深緑さん、かわいいありがとう。ハートさん、トトイありがとう。ゼタさん、ハートありがとう。プラメデ変顔はね、本気変顔は送ってないけど、よく自己顔送ってくる、送ってるよね。今日なんかほっぺもちもちでな気がする。私変顔って言葉にどんどんガイガイなってません。かいもちゃんしか見たことない。ほんと？嘘。こんばんは、こんばんは。ねえ、12時？全然大岡さんタイムしてない最近。こんにちは。もう忘れてた、もう忘れないで。もうか忘れてたかも。今10時タイムらしい。これが一番可愛いってことなんだと思います？それが可愛いんやろ。
ももさんが通常エレン。今ももさんだよ。もう最近ね、ちょっと前までもっとちっちゃい子に見られてたんですけど、最近ちょっとマシになりましたよ。それでも別になんか大人っぽいとかではないんですけど、前よりは。大人っぽいって言われることは今でもないけど、あの前よりはね。最高何歳に見られたことある？いやそんな本当にね言われないんですけど、大人っぽいって。大人じゃなくて、うん、最高は高校生の時に大学生って聞かれたぐらいで、うん、それしかない。逆に若く見られた時は、何歳って言われとるやろうか。あんま多分下に言う、そのみんなにはね、よく中学生とか小学生って言われるんですけど、普通になんか美容師さんとかも多分そんなに下のには言わんと思うから、なんて言ったらいいんだろう、誰に言われたことあるかね。エンジとか、なんならもうさっきバーブ言われてるんでね。なんかそんなになんかね、逆にさ、お店の人とかさ、なんか低く言ったら申し訳ないなと思って、ちょっと高く言ってるかもしれん。高めくっていうか、ある程度なよりちょっと高くぐらいに言うやんか。だからそう、あんまね、メイクしたとそう見える。そうでも私今大学生の年に見えるのかが分からなくて、なんか見えない気がして、私って今大学生に見えてるみたいな。もう見えてるか分かんないなってよく自分は思うよ。年相応って思ってるけど、あ、そう、上についてもあれやけど、大体の、ねえ、高校生ぐらいに見えるよね。わかる。マクトお姉さんね、ほんと？まあでも今高校卒業してからまだ2ヶ月しか経ってないけ、まあ高校生に見えるのは普通なのかもしれないんですけど、なんか難しいよね。雰囲気大学生感ありますか？本当？顔強すぎて現実か。そんなことないのよ。まあいっか。自分もね、いや大学生には見えんなって思う。まあ、ここからね、ここから2年3年経った時に見えるかどうかですね。見えない気がするけど。改めて言われるとそうか。いや、そうよね。中身は十分大人。本当？やったね。
だんだん大人っぽくなって、ほんと？なんか25歳ぐらいになった時にお姉さんの見た目になれるようになりたいなって思ってるけど、それまでは別に美味しい味しないのよ。あ、でもこれはね、いい匂いするよ。こんばんは、こんばんは。顔立ちは変わらないか。それはそれで、でもなんか嬉しいけどね。なんか頑張ろう、頑張ろう。結構やっぱりハート、うん、動画にしてとくでも全然なんか全然動画なことに対して嫌とかはないかな。今はちょっと前とかは余計子供に見られてうんってなることも多かったけど、今はあ確かにいいところも多いなって思って。アリちゃん似てきてますか？ほーちゃんも成長楽しみだね。そうね、若く見られるのはいいことよね。ももはパパにですよ。でもパパにだけど似てるのは目と鼻は似てるけど、なんか鼻は主にパパでちょっと地味に誰かが入ってる気がする。完全にパパってよりは。で輪郭は誰かわかんない。目も誰かわかんない。あ、オリジン、そう、もオリジナルの鼻でもね、似てるのは本当に鼻と体型がパパなんですよ。で、うん、あとはな、誰だ、本当にあとはね、不詳なんですよ。口も誰かわからんし、口あの、あ、そう、パパの口はお姉ちゃんの口なので、あの唇がお姉ちゃんがパパで、鼻が私がパパでうん、パパの顔を想像するならば目は2人とも違うから、目が一重で鼻が高くて口が愛理ちゃんのように可愛い口してるだったら、で顔がシュッてしててって考えたらパパですよ。こんな感じ。ママ要素わかんないのよ。なんかね、ママのお顔どこ受け継いでるかわからないのよ気づいてないのかよくわかんないのかわかんないんですけど、
あ、耳がパパかな。そういえばこことここが似てて、目はね、ママは目大きいんですけど違うんですよ遺伝は。だから私はどっちかっていうとおばあちゃんとかちょっと離れたところから目とかは、で、もちろん口は誰なんだろうね、ほんとわからないのよわからないの、もうかで、パパとママではないじいじ、そう、じいじかもしれん。でもどっちかっていうと目はママの方の方、ママではないって言ってたけど受け継いでると思います、そっちの方は。ママから生まれた、パカーン。山川は完全なるパパとママの子供ですやん。パパママはベイビーですよ。パクン口はおばあちゃんかな。あ、でも紙パパかな気がするのね私。どうなんだろう。おばあちゃん絶対美人。おばあちゃんね、美人よ。ママのうちのひばあちゃんとかもかわいいよ。性格？誰やろうかな。いやほんとね、でも性格はねパパとママとオリジナル全部入ってる気がする。なんか5割パパで2割ママで、あーどうやろな4割パパで2割ママで、あとはオリジナルとか環境とか、まあ、でも主に環境で変わる気がするけどね。妹欲しいって思うことはあるけど、愛情がいっぱい欲しいから今は妹もいいな。妹できたら赤ちゃんの頃とかさ、その赤ちゃんを見なきゃいけなくなっちゃうからさ。だからでもうちんこはそうです、妹お姉ちゃん両方愛され育ってますいや妹だと甘やかすつもらえるからから妹いいなって思うんですけど、なんか姉ちゃんは結構習い事とかしてる感じで、私は結構自由に外走り回ってるみたいな感じでしたそんな感じだったよ。あ、でも私はね、さ、愛理ちゃんから年離れてる方がお姉ちゃんもめっちゃなんかさ、2歳とかやったらさ、さやったらさ、ちょっと寂しい思いしちゃうやんか。
シンケの弟おいで、おもちゃを買ってやるよ。妹と弟、弟。姉ちゃんともちゃんどっちが、どっちがやんちゃというか、私の方がよくこけて帰ってきたりして、ママに心配をかけたと思う。めっちゃなんかめっちゃ私走りながら帰ることにハマっとったのね、小学校の時に。小学校で何分で帰れるかみたいな、家まで一人で。だからめっちゃダッシュして帰って自分が何分ぐらいで帰れるのかっていうのを一人でやってたんですけど、あるあるだよね。それでなんかちっちゃいところでつまずいて顔からこけてしまってね、顔全部になんか、まあ、あの深いじゃないんですけど、なんか擦り傷みたいな、なんか軽い擦り傷みたいなのを顔につけて帰ってきたことがあって、そのなんかすっごいガーみたいなのじゃなくてサーンって感じだったんですけど、それでで顔面からこけたから鼻血が出て、鼻にガーンって当たって鼻血が出ながらなんか確かマスクしてた気がするけどね、冬で分かんないけど、で鼻血が出ながら顔面に傷を負いながら帰ってでピンポン押したらパパ仕事行ってるからさ、ママが開けてびっくりしてた気がするので、なんかそういう心配はいっぱいかけたと思いますヘッドスライドそんな感じザーってこけて、そのなんかそういう悪さをしようとかはなかったけど、ちょっとねよくなんかね危ないことあんまり分かってなくて、もうやってみよう精神だったそれまあおバカなんですけど、単純にお姉ちゃんはそういうところ慎重で、なんて言ったらいいんだろうな、ちゃんとなんかそれしたらこけるとか危ないとかすごい分かってる子で、自分はちょっと何も分からずに怖いもの知らずでやってたから心配とかは私の方がかけたんじゃないか。逆っぽいでしょ、もう走って帰らないよ。でも逆にももは今いろんな怪我を経験していろんな怪我っていうかいっぱいこけたりして、それでもうめっちゃ今見るいろんな場所、もう横断歩道渡る時は右左全部見て後ろも見てめっちゃ確認しながら世の中の道を歩いてるから、だから私は成長してるよ今逆に怖い経験を生かして、結果今は落ち着いた今。本当ねダメだと思う、本当にね昔の私はね5人でねブランコ乗ろうとしたりしてねあとあれよねブランコ降りるときにさ、ブランコ漕いでさスタッて立ちたくなるやんか、降りるときに。あれとかもういっぱいやってさ、こけたり怪我してさ、本当アホでしたね。5人でさ、なんかさ1人座って1人立ちこりして横に1人乗ってなんか後ろにも乗るみたいな、それを前友達とやってたんですけど、あれも今考えたらダメなの
今ぐらい落ち着いてくれないとファンも安心して立ちこりジャンプ対決、危なく、危ない、立ちこりちょっと怖くない？楽しそうだよ。なんかあと本当にダメなのか、ダメっていうか、そう、あとね、これは別に危なくないけど、なんか屋台のくじ引きの外れ枠のところに針線があって、ちっちゃい、あんま痛くないやつね。で、あのなぜかよくわかんないんですけど、針線鬼ごっこして、鬼が針線持って捕まえた人ペーンってする遊びとかもあって、今考えたらなんやろうって感じなんですけど、あ、痛くないですよ、おもちゃなんで。鬼がピシッて、楽しかったよ。シティでその洋服アイスメイでさ、この洋服で撮ったやつです。いっぱい走り回ってたな。スーパーとかでさ、最近さ、ちっちゃい子とさぶつかりそうになるのよ、走ってることでね。そう、危ないって思う時あるんやけど、もうかもちっちゃい頃は多分分からず走っちゃってたから、あの時はごめんなさいって最近思ってます。ももちゃんは今走ってない。ももは今ちゃんと走ってない。あの普通にちっちゃい子が走ってる時にぶつかりそうになっちゃって、うん、でも私もちっちゃい頃は走っちゃってたから、今ちっちゃい子とぶつかりそうになるとなんか申し訳ないって気持ちになる。幼い頃の自分を思い出して、あ、なんで危ないってことも分からずに走ってたんだろうとか思うよね。私は思ってる最近。全然なんか走ってる子たちはあれだと思う、仕方ないと思うけど、でも怪我させちゃったら申し訳ないじゃんと思った。またって私はちゃんと最近歩いてるよ。歩いてるけれども、わかんないよねって思う。ちっちゃい頃は思うかも、ごめんなさいって、あの時誰かにぶつかってたらごめんなさいって。今日危ないお姉さんいて、いや、もうか普通に歩いてるだけだから、スーパーであのゆっくり買い物してるだけだよ。少し買ってもらってもらえなくて泣いてる子いるよね。私じゃん。昔の昔の私。みんなそうやって経験するものか。そうだよね、あの頃は分からなかった。そう思えるようになったから、もう本当？でも中学校ぐらいからさすがに歩いてたよ。小学校の高学年もそんな走らなくなってたかな。
階段2番飛ば、2段飛ばしは今でも急いでたらゆっくりして浮いちゃうってあ、走りながらじゃなくてゆっくりさぴょんぴょんぴょんって。あ、でもこないだ、あ、そう、でもこないだ階段の、低いところからだけど、ブーツ履いてて、あ、それは普通に降りてた、二段飛ばしとか関係なく階段を普通に降りてた時に滑ってこけたんですよ。普通にね、ちゃんと一段ずつ落ちて降りてたけど、滑ってこけて、そこから階段怖くてちゃんと手すり掴んでる普通に降りる時ももう手すりを掴んでる。駅の階段で落ちてね、階段危ないよね。大事か、いや違うよ、本当に下の4段ぐらいからなので全然なんかそんな大したことではなかったんですけど、なんかちょっと滑りやすくて普通にこけたのね。だからそこから下の2段飛ばしは絶対しない、ね、上の時とかやったらゆっくり1段飛ばすこともあるけど、下に降りる時にはね絶対最近はやらない。随分変わってそうない、そう、腰打ってね、どこ打ったかな、でも痛かったのよそれ。だから捻挫とかはね、私捻挫はなぜか人生で一回もしてなくて、なぜかねグニって言ったことあるのに足が、一回も捻挫はまだなくて、でも結構エスカレーあれ、エスカレーターか、エスカレーターって上に登る方、あれ上に登るのはどっちも、エレベーターもそうか、エスカレーターって黒いウィーンってしたやつよね。エスカレーターは、エスカレーターはなんか結構昔から怖くてエレベーターとエスカレーター分からんなるのよ自分、めっちゃ。船だと揺れるから、手すりの上りと下りで持ち方が、揺れそう。なんかね、乗るのは怖くないんやけど、間の隙間にスカートが挟まって自分が吸い込まれるかもって思って怖いんエスカレーター意外と怖いのよ。乗れないとかじゃなくて全然乗れるんですけど、なんか怖いな、なんかエスカレーターとかでこけたらやばいなとか考えた時にそれで怖いなと思うそう、怖いからエスカレーターは本当に気をつけてのやってる。靴ひも引っかかったの？それはやばい。それでも引っかかるよね、やっぱ服とかさ引っかかるから、それは本当に怖いなと思う。でもエレベーターはエレベーターで止まったらどうしようとか考えて、なんかエレベーターが止まって落下した時はどうしたらいいとかを考える。
結果階段作ったやん。え、ジャンプしたらいいの？え、そうなの？え、そうなの？そうなん？私地面にしがみついとくってイメージだったんですけど、ジャンプすればいいの？え、私はあの逆に一番下にこう全身をつけるイメージだったんですけど一番は、あ、床正解ですか？よかった。え、一番わかんの？もうジャンプし、え、多分それでも、え、多分それでも無理やけどまだ一番いいのはそれなのかなって思った。諦めですか？いやだ、怖い。怖い。怖いわ。怖い話、そう、怖い話。飛行機怖くない？飛行機怖いよ。怖いね、飛行機。好きだけどね、眺めが良くて。最近緊張してない？しなさいって感じですよね。してないですね。筋トレ嫌ですね。リコチと一緒にねちょっとやったんですけどね、この間。それは楽しかったです。でも一人ではやらないやばい、どうしよう。ふわっとした感じが好き。わかる。リコチたちとやったんですけどね、私は全く筋トレしないんです。筋トレやだ。ね、筋トレ配信したら顔がもうまさに変顔状態になるからやだよもう顔がおしぶどう見に行くのいいな。腹筋割るしか。できた。じゃあまた。腹筋できたこと一度もないのよね、人生で。ちょっと待って、じゃあ待ってな。できた。
ックスパック。雑いとか言わんで、ね、頑張ったんやから今。これね、ちょっと体伸ばすやつの上に乗ってるからこの黒いのが見える。椅子にするなって感じなんですけど。お願いました。めっちゃ待ってた。シックスパック全部見えんじゃん。途中までしか。この発想なかった、みんなにもあげるよこれ。ティッシュしかなかった、あの今ねノートがなかったのだから木に見えるシックスパックよ。最近12個割れてる人もいるのかしら、私あんま詳しくないんだけど筋肉に。12にしてやってて、あ、8か、8やわ。見せるか、念願の。8パック。あ、割れる数変わらんの。6しか、みんなもう最高6なんか知らんかったわ。これで私も腹筋デビューや。あ、1時間そうそう読むよ。カメの中違うよ、違う、シックスパックだよ。これを見習って習ってもらうわ、みんな。取り外しできる。確かに。実は憧れです。いや、かっこいいなとは思うんですよ、シックスパック。でもなんか私がシックスパックよりもなんか、ま、なんかね、ママにシックスパック欲しいわって、シックスパックは分かんないけど、普通にちょっと腹筋割れてみたいわって言ったことあるけど、そのままが可愛くないって言ってもらえたから、じゃあいいやってなっちゃった。甘えてる、甘えてるね。腹筋あるから私。あ、本当はみんな腹筋割れてるんですか？私の腹筋。めっちゃあるやろ。ほら、今見えたっすか、私の、私の。全然ないとか言わんでくれる。だやろ、ちょっとは。上腕二頭筋が。
た近くまあ何もやってないからね。やべやべ、今どうしよう。三期生が見てたら私が全く腹筋してないことがもろバレしてます。清楚系オーダーアイドルマジで、いや清楚系オーダーアイドルよ。どう考えても、あそう今8パックアイドルだからよろしくね。素敵、後輩に素敵な背筋そう見せれたんですよ私。これで大丈夫。あ3期生筋トレしてるって言ったらどうしよう。だがももは大丈夫、8パック。えらいね。じわじわきた。お腹を見せる、さすがそう。なんか こんばんは。ダンベル2キロ、ダンベルを持ったことがそんな なんかでもパパが持ってるさ、なんかタイヤみたいなのにこう持ち手があって、こうやってぐるーんってして戻して、ぐるーんって戻したやつ一回もできなかった。あの膝をついたらできるんやけど、あのあ腹筋ローラーか、あの足のつま先だけをこうやってして、こうやってやったらもう一回もできない一回もできない。もうあの膝ついてやっとよ。でもあれって難しいんよね、普通に男の人でも。でもパパはめっちゃ練習してクッてやってたよ。クル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 、最初は無理だったけどできるようになったって言っとって、すごい。もうかもうできないかった。でもパパさんはどこ目指す、ハマってるんですよ。パパがね、うん、漫画の想像こうって感じでドーンってなる。難しい、あれあれが一番早い。そうなんだ、難しいね。あれ最初からあれに挑戦しちゃダメだと思う。実はシックスパック、どうだったって。でもなんか、でもほんとこうやってした時に筋肉がおるよ。私もあるけど「ぷよぷよ」でもいいよね「ぷよぷよぷよ」でもいいよね。体調管理は、体調管理じゃない体型管理はちゃんとやってるから、ちゃんとやってるから大丈夫
ではそろそろ読みましょうかね。今のままでほんまにマイケルさんが足でプリン作ってるの絶対美味しいじゃんいいな、食べれる人羨ましい。今のままのいいからでしょってやった。今の明日写真集撮影でもしあって大丈夫、これがあるからこれで撮ってくるわ。お姉さんがさ、いいね。フルーツ作って、フルーツ。それではそろそろ読みます読みます。トシさんバラありがとう。まぼるさんハートありがとう。読みます。13位のマピアノッピーさん、ありがとう。清楚系も可愛い系もエットパックも大好きありがとう。エットパックも好きでいてくれて12位のドラガンさん、ありがとう。清楚しといもちゃん素敵だよ、好き顔してる、ありがとう。11位のアジャスさん、おこぐみありがとう。10位のハルさん、ありがとう。9位のタンタンさん、ありがとう。8位のタレムさん、ありがとう。7位のタカキさん、ありがとう。いつも楽しい話ありがとうね。福山よろしくね、よろしく、楽しみにしてるよ。6位のカズさん、ありがとう。5位のコッシーさん、ありがとう。4位のフミヤとマークウフフさん、ありがとう。3位のおもかしかいしないマキカンジャも、モーカのことがてんてんてん好きだと嬉しいな。2位のゼータンさん、ありがとう。清楚モーも可愛い腹筋頑張れ、あるしあるしも1位の TX さん、ありがとう。ありがとうございました。今日は素敵なエットパック配信ありがとう。レア配信でしたね バイバーイ、おやすみ。お腹見ちゃった。そう、私のお腹初公開でしたバイバーイ、おやすみ。